すずゆうチャンネル。はい、どうも世界史講師の鈴木祐介です。今回はですね、意外とすずゆうチャンネルでこれまで扱ってこなかった、世界史の図説の資料集ですね、こちらの紹介をしていきたいと思います。はい、というわけでおすすめ世界史図説3選、こういうテーマでお送りしましょう。はい、で扱うのはですね、皆さんが手に入れやすい3冊ね、本屋さん行って平積みされてたりとか、あとは学校で配られることが多かったりとか、まずタペストリー、そしてニューステージ世界史小覧、そして、山川出版社の小説世界史図録、この3冊、こちらのですねコメントをしていきたいと思います。でまずね、山川からいきましょう。はい、山川小説世界史図録、こちらですね。はい、でこれは算定版ですね。はい、第3版が出たばっかりです。これがですね2020年の1月ですね、だ今年の1月に出たばっかりなんですよ。はい、で初版がですね2014年なので、3年ごとに改訂版が出てるわけですね。で今回は第3版ということです。でこれね、目次見た限りだと正直第2版とですね比べたんですけど、ほぼ変わんないです。変わったところがあるとすれば、年表がね、巻末についてるんですけど、その年表に例えばその令和が始まりましたとかですね、載ってますよ。最新の時事的なことは載っかってますけども、それ以外はほぼ変わらないですね。はい、というこの小説世界史図録、割とこれ使ってる人多くはないと思います。ほとんどの人は多分タペストリーかニューステージ使ってるような気がしますんで、そんなに使ってる人多くないと思うんだけど、これはこれでいいものなんですよね。例えばこれは監修者がですね、東大の木村先生、あとお茶の水女子大学名誉教授の岸本先生、あとはね、小松久夫先生ね、東大名誉教授で、これがね小説世界史 B、 皆さんが使ってる教科書と同じ監修者なので、完全にそのなんかリンクしてるんですよね。で受験勉強で大体小説世界史 B でやりますから、それとのこの関連性が非常に強いと。でこの中に例えば教科書小説世界史 B の該当ページとかも全部載ってますね。こんな感じですね。はい、なので本当に小説世界史 B 使ってる人にとってみれば使いやすいものなのかなという気がします。ただ一方でやっぱこう山川のね図録なんで、非常にこうなんか落ち着いてるんですよ、紙面が。でコラムとかがあんまりそんな充実してない、なんか遊びがちょっと少ない感じはしますよね、という部分がありますと。でメリットで言うとですね、結構その載ってる図版が渋めなんですよ。渋いのも結構載ってるということなので、大学入試でですね、図版資料の問題がたくさん出ちゃう学部受ける人ですね、そういう人はですねニューステージまたはタペストリープラス、この山川の図録使うと良かったりするんですよね。例えばですね、今年の早稲田大学文学部、ここに問題があるんですけど、早稲田の文学部2020年、これの一番最後の大問で図版問題が出ると。で文学部文校っていうのはさ、図版がたくさん出るわけなんですけど、そこに載ってたですね、ミケランジェロのアダムの創造っていう図版がありましてですね、こちらはですねタペストリーとニューステージには載ってないんですよね。で小説世界史図録には載ってると、こういうことです。だからなんだろうな、そういうたくさん図版が出る、上智とかもそうかな、いうものを受ける場合は、タペストリーとニューステージはちょっと心もとなければプラス何かっていうことであれば、この山川の小説世界図録をおすすめいたします。はい、次にですねニューステージ世界小覧、浜島書店、こちらですね、これいきましょう。これもですね、これ手元にあるのが2020年2月発行のやつなんで最新版です。はい、でこれのいいところっていうのは、まず細かさですよね。難関次第とかですね、国公立受ける人もこれは本当に十分にそれに対策として使える一冊ですよね。そして例えば最初に、コラムが充実してます。これがやっぱりさっきのね、これ山川のとの違いかなって気がしますね。例えば時事対策ができるんですよ、時事問題ね。最初にですねニュースから見る世界史、はい、ほらこの間ほらコロナで倒れたジョンソン首相とか載ってますね。あとはですね米中貿易戦争と、今ほら米中対決の時代とか言われてるでしょ。でそういうコラムとか載ってます。はい、読み応えがなかなかありますってね。要はですね、今アメリカの覇権がずっと続いてたじゃん。でそこにこう中国が今挑戦してると、その米中対決っていう観点からトゥキディデスの罠とか載ってるんですよ、ちゃんと。これ知ってる？トゥキディデスの罠って。これはトゥキディデスってほら、ペロポネソ戦争記録残した人ですけど、トゥキディデスの罠っていうのは、要はもともと覇権国があったと。でそれに対して朝鮮国が出てくると、いわゆる新興国と言ってもいいでしょう。それが出てきた時に、その危機感を覚えるわけですね、もともと覇権持ってた国が。それで、国際関係が緊張感を持ち、そして衝突に至るっていうね、そういうのをトゥキディデスの罠と言っておりまして、でこれちゃんと出典が
国際政治学者グレアム・アリソンって書いてますよ、ちゃんと。グレアム・アリソンの時ですの場だね。で、これはこんな本があってね。これグレアム・アリソンの本です。米中戦争、前夜。うん、でこれなんで持ってるかっていうと僕去年の9月に朝日新聞にほらちょっと記事を書いた時にですね参考文献載せなきゃいけないんですけど、その参考文献3冊のうちの1冊はこれにしましたね、米中戦争。あの時はテーマが覇権だったんですよ、覇権の推移、まあ、だから米中対決の状況なので、過去を遡ってちょっとね、覇権国家の推移を見てみましょうみたいな記事でした、はい、ということでしたね。まあ、ちょっとそれは話がそれるんですけど、まあそういうわけでね、結構時事的なものが充実してますよということなんですね。で、やはりその社会科学系の学部とかではですね、時事問題が非常によく出ます。はい。で、動画でですね、またちょっと時事問題対策っていうことで一本撮ってみようと思いますけど、そういう人は、こういうページをちゃんと読んでほしいよね。あとは、コラム充実っていう意味で言えば、ちょっとページをね、先に進めると、資料読み解き講座っていうものがあります。はい。でこれはね、明らかにね、その共通テスト対策っていうのを意識してるんでしょうね。ちょっとこの2020年で、その2019、18のこれ見てないんですけど、確かね、これついてなかった気がするんですよ。うん。で、やっぱり共通テスト元年と、まあちょっと今のコロナの騒ぎがありますからね、共通テストどうなるかわかりませんけど、来年共通テストが施行されるならば、まあそれに対してのですね、準備として、はい、資料をいかに読み解くかっていう、これは共通テストで必要とされる視点ですよね。そういうことの対策もできるということです。はい。こういうなんかさ、なんか柔軟性っていうかさ、こういうものがさっき山川には見られない部分ですよ。で、そういうのはちゃんと取り入れられているということです。はい。で、難点があるとすればですね、これ多分使ってる人多いと思うんで、わかると思うんですけど、買った当初はいいんですよ。うん、ただだんだんなんだろう、湿気なのかね、なんか使い込んでると、開きにくくなってくるんですよ、これ。なんかこうベコベコになって。ある音が鳴るじゃん。ベリベリみたいな。ね。これが嫌な人は嫌。で僕はちょっと嫌なの、それ。で、これは昔からあるんです。初版が確かね、97年なんですよ。だから結構古い。で、僕は受験時代が2004年とかですから、もちろん使ってましたよ、これ。ただ、あの時ね、さらにちょっと早朝が悪くてね、ほんとベコベコだったんですよ。うん。で、ちょっとそれかなと思っておりました。で、実はですね、これ、浜島書店って、これとほぼ同じ内容で、こんなん出してるんですよ。アカデミア世界史っていうね。これは多分本屋さんにある場合とない場合は結構あると思います。で、でっかい書店なら置いてあると思うんですけど、これ実はね、中身がさっきのニューステージと本当ほぼ同じなんです。全部見てみましたけど。うん。で、違いがあるとすれば、さっきの資料読み解き講座がこっちにはついてません。っていう点はありましたけど、他の紙面はね、ほぼ載ってる図版とは同じなんですよ。で、こっちは何がいいかっていうと、開きやすい。すごく早朝がいいんです。ベリベリってしないね。だからなんかこうこっちの方が僕は本としては好き、っていうことですね。なんでこれ違うんでしょうね。ちょっと知らないんですけど、僕その理由、中身同じなんだけど、違うんですよ、とにかくね。だからこれをネット通販で買うとか、僕これネット通販で買いました。学産 .com ってあるでしょ、あそこで買いましたけどね、アカデミア世界史。こっちを使ってもいいと思います。はい、ということでした。はい。で、最後にタペストリー。はい、みんな大好きタペストリーね。タペストリーで、僕も正直今はもうタペストリーが一押しです。はい。アマゾンでもさ、今第3位とか4位とかでしたね。で、これちょっと前にほら武田塾チャンネルで僕これ押したからってのもあると思うんですけど、はい。タペストリーいいよね。これも毎年改訂されてます。しかも毎年改訂という意味でもすごくページがね、毎年すごく変わるんですよ、ちゃんと。それは逆にやる気がありますよね。ものすごくちゃんと毎年いいものに変えていこうっていう意欲がすごく見られる。そういう意味でね、タペストリー僕好きなんですよ。で、18定番ね。で、これも分かりやすくね、ちゃんと17、18と毎回ちゃんと版が書いてあるので、新しいものだってことは分かりやすいんですよ。で、浜島もね、まあ、割とちゃんと毎年改訂されてる跡があるんですけど、これがほら、第何番って書いてないのよ。で、あと、アマゾンのページも、第何番か出てないんですよ。っていうことは、なんか、ほんと最新版が届くのが心配っていうのはあると思う。ということですね。あとはなんか在庫が不安定なんだよ、これ。で、一方、タペストリーはちゃんと最新版っていうのがちゃんと表紙にも載ってるし、在庫も安定してるんで、タペストリーはその意味でもいいかなと。あと、表面ツルツルでなんかいいよね。あとは、めくった時に全然変な音しないよね。はい。これが表面的な話。そしてですよ。あ、これもちろん最新版ね。今年の2月発売のやつです。はい。で、中身なんですが、コラム充実。コラム充実。例えば、はい、もうね、そのものズバリですね。新テストに強くなる
本書の使い方、資料の読み解き、はい、で資料の読み解き講座自体はニューステージにも入ってましたけど、さらにこっちはですねページが充実してます。さっきのニューステージは見開き2ページですけど、見開き1ページか、見開き1ページだけど、これはもうすごいよ。見開きで4だから、まあページでいう8ページぐらいあります。グラフの読み解きとかも入ってます。で、あのね、17定番とかにもある程度入ってたんですよ、その絵画の読み解きとかグラフの読み取りとか、うん、ただそれがさらに充実したっていう感じ、うん、さらにですよ、まあ、ちょっとこんな感じね、あんま見せちゃうとあれだけども、はい、こういう感じでね、はい、グラフね。あとは新しく、これは17定番には見られなかったんですよ、18定番からなんですけど、新たにですね、読み解き演習ということで動画資料、はい、QR コードがついていてですね、でこうなんかサラエボ事件の動画とかがリンクで飛べるようになってるんですよ、見れるようになってると。これすごいっすよね、うん、だすごいなんか意欲の表れ、うん、ね、これがなんと見開きで2ページもついてますよ、すごいね。全部で14本動画がついてます、すごい。でさらに時事問題対策、はい、これは今注目のトピックから世界史に迫るというあのテーマがありましてね、これだ、はい、でこれがまたね充実ですよ。やっぱりこのなんか習近平政権の話とか、うん、あとは、うん、あ、見開きで2ページだ、あ、違う、見開きで3ページ、あ、見開き3ページですよ、時事対策が見開き3ページ、ニューステージは見開き1ページっていうことを考えると、まあ、共通テスト対策、さらに時事対策というそのまあなんかそのタイムリーなものに対する対策がこっちの方が手厚いってことね、うん、だからまあ好まれんでしょうね。でその他のページに関しては正直そんなにニューステージと変わりはないと思います、充実度でいうと。その他のページはね、うん、ただねなんか本当にこのタペストリーばっか押して申し訳ないんだけど、終わりの方のページにですね、こういうねおまけ付録がついてんだよ。付録っていうのが例えばまあ資料はこういう歴史の資料ね、これはまあ、他のにも載ってるんだけど、使えるのがですねこれだよ、あの中国文化史完全整理っていう、なんかこういう予備校の先生がよく直前期にプリントで配ってくれるようなやつとか、あとは西洋近代科学史完全整理とかね、あとね個人的にすげえと思ったのがこれですよ、あの西洋思想史、うん、西洋思想史、うん、こういうねテーマとかも載ってまして、これが使えるよね。あと西洋建築史完全整理、ね、これもいいね、うん、いやすごいよねこれね。でこんだけ充実してさね、いくらかっていうとさ、これがさ870円だから、これね大人向けの一般書だったらね普通に5000円ぐらいしますよ、うん、下手したら 7,8 千円するかもしれないっていう内容が870円って書いちゃう、これいいよね本当ね。で監修がさ大阪大学のさ河北先生とさ桃木先生ですよ、これすごいですよ、もう超ビッグな人ですよこれ、河北先生、あのね、ほら砂糖の世界史、ね、有名な人ですね。はい、あとこれねおまけ別冊としては地図がついてます、タペストリーね、白地図、うん、すごいね、至れり尽くせりですね、ということでこういうさ、ほらこういうやつこういうやつ、もう河川とかから勉強できて書き込み式ね、うん、そして他の単元に関してもこういう重要な地名とかが確認できるようになってます、はい、ということでですね、まあタペストリー、なんかいいですねだからあの今の僕の解説自分で喋ってて思ったけど、まあこれタペストリー一択だわね、あのタペストリーですよ、タペストリーを使ってもらって、でプラスですね、あの山川で、まあ、補強すると、図版がたくさん出る人はっていうことでいいんじゃないですかね。あの本当にいろんな総合的な判断をすると、やっぱりタペストリー強いですね、はい、ということでございました。はい、以上になります、はい、で一応せっかくなんでちょっとあのおまけということでですね、もしかしたらあのこれ使ってる人もいるかもしれない、これやや昔のになっちゃいますけども、これ2016年のやつですね、グローバルガイド最新世界地図表っていうね、これはあのね僕がね高校時代に使ってたのこれなんですよ。あっていうのはあの高校で配られた、だ結構学校の先生経由で渡されるのってこれが多いのかなと思って、はい、一応コメントをしておくと、これまた地味ですよねこれはまたそのタイムリーなコラムとか何にもないし、地味ですね、はい、で、あの、なんだろうな、わざわざこれをあえて使う理由っていうのはあまり見当たらないというねそういうものになっております。はい、以上ですそれだけ、はい、ということでね、以上、参考になると幸いでございます。はい、図説は大事ですからね、ぜひ図説とお友達になってください、はい、よかったらですねチャンネル登録とあとは高評価、さらにですねツイッターやってますのでツイッターの方もフォローお願いします。はい、それではまた。
繰り返し用語マルチトレーニング、みんな使ってね。